はい、さらしなです。えー、久しぶりのこのスラムダン考察、考察テーマですが、久しぶりにもかかわらず、マニアックに、両南高校にスポットを当ててみました。そう、天才、仙、え、道、ー、明を有し、巨人、大泉淳がゴール下を守る、湘北の一番のライバル高校とも言える、あの、両南高校です。両南高校のインターハイ予選での成績は、圧倒的な強さで決勝リーグに進むものの、決勝リーグでは、海南大付属、 湘、えー、北に連敗し最終成績神奈川県で3位という成績で全国への切符を逃しました全国大会へは1位の切符を海南大付属が手にし2位の切符を湘北が手にしましたこの結果は単に主人公補正でしょうか「スラムダンクの作者である井上武彦氏は非常にリアル思考があることでも有名です なので、もし、両南が海南大付属や、昭北より強いチームならば、両南が勝つストーリーにしたんじゃないでしょうか。えー、と、私は思ったりします。では、なぜ両南は敗れたのか。はい。今回の考察テーマは、あこれでいこうと思います。はい。両南はなぜ全国へ行けなかったのか。今回、神奈川の両南高校を絡めに切っていきます。 まず、両南のスターティングメンバーを確認しましょう。先導がガードに入るかフォワードに入るかで違ってくることもありますが、オーソドックスなスタメンはこれでしょう。1番にポイントガードウェクサー。2番のポジションにシューティングガードコシノ。そして3番のポジション、フォワードに先導。4番にパワーフォワード福田吉長。センターにキャプテンの上ォズ君。あと、シックスマンとしてディフェンスにとても定評がある男、池上良二がいます。 これが、両南高校の軸となるスタイルだと思います。インターハイ予選の最終決戦、昭悟戦もこのスタイルでした。ただ、両南は、エース、仙道をポイントガードに持ってくるという、海南大付属性でやったあの大胆なスタイルも持っています。そして、この仙道ポイントガードのスタイルは、ファンの間では非常に人気があり、こっちのスタイルの方が、両南は強い説も有力です。どっちのスタイルが強いかというより、相手によってスタイルチェンジできるというのは、両南の強みであると思います。 両南のウィークポイントというのはどういうところでしょうかでは、ここからお題に触れていきますが、いくつか気になる点を少し解剖して考察していきます。はい、今回僕が考えてみた点は4つです。上草腰野のガード陣。2、キャプテンウォズミ。3、名将田岡萌一、4、天才仙道明。この 4つが弱点というわけではなく、試合の範囲の可能性があったということで解説していきます。はい。まず一つ目、植草・コシノのガード陣。両南のガードといえば、司令塔の植草、シューティングガードコシノこの2人です。そう、この植草君と腰野君、スラムダンクで両南高校の試合は、なんと3試合も描かれていましたが、ガード陣の外からの攻撃は一切ありません。 上草170センチ、腰ノ174センチ。高さがインフレしているスラムダンクにおいて、この身長でガードが2人とも外のシュート力がない、シュートの描写がないというのはあまりにもきつい。それこそ、小北国の宮城のように特化したスピードが武器だったり、そういうのがあればまだわかりますが、上草くんの武器はミスをしないところ、バスケをよく知っているところ、腰野においては負けん気が強いところ、メンタル面のみです。 長所が残念です。この二人がスリーポイントシュートを打てたら、どれだけセンターのウ住ーズミが活躍できたか。そう、ウ住ーズミ君は2メーター2センチあります。ディフェンスリバウンドだけではなく、時間を使った攻撃なら、オフェンスリバウンドも期待できます。中での攻撃は、鮮度もいればウ住ーズミもいます。そして、福ちゃんもいます。そう、僕はお前らガードはどこで手を取るんだってずっと思ってました。 この、両南のガード陣、不満を口にしたら、まだいろいろあります。ですが、この問題はここまでにして、両南のウィークポイントとしてあるのは、ガード陣の能力が基本的に弱い、そして、外のシュートがなさすぎというのを挙げさせてもらおうと思います。はい。えー、続いて、二つ目。キャプテンのウ住ズミ君です。彼は、海南大付属戦でも、小北戦でも、インターハイ出場を決める大事な試合で、 ファールトラブルによってチームの足を引っ張りましたね。えー、精神的に未熟という見意見も多いですし、僕もそうとも思います。しかし、ウォーズミといえば、湘北対三の工業戦。湘北のピンチに試合会場に板前の格好で現れ、完全に潰れていた赤木に対して先進路のアドバイスをし、湘北の大ピンチを救いました。そう、あの、名言になるほどのアドバイスで。これですね。 ウォーズミ君は確かにカットするところが多く、それがフューチャーされることも多いです。ただ、彼の考え方やチームへの向き合い方はキャプテンとしてとても素晴らしいです。なので、確かにウォーズミ君は大事な試合でやらかしてはいますが、チームへの貢献度はとても大きく、彼一人が先輩ではないかとも思っています。まあ、ただ、敗因の一つであることも間違いないです。 はい、なのでこの2番にキャプテン魚住というのを入れさせていただきましたはい続いて名称田岡文一両ナンの田岡萌一監督といえば監督の人気投票でも上位に来て人気があり名称というにふにさわしい人物ですしかし田岡監督は選手との関係性においては素晴らしいと思う反面試合の采配では疑問が残るところもありますまず海南大付属戦 えー、スタメンですが、鮮度をポイントガードに起用しました。仙道のポイントガードは個人的にも好きですし、えー、ファンの間でもかなり評価が高いです。しかし問題は、鮮、え、度、ー、以外残りのメンツ、植草君と小く君、ガード2枚残しているところです。これにより基本この試合、両ナーはガードが3ということになります。 ここは絶対上草くんか越野くん変えてチーム1のディフェンス能力を持つ男、池上をスタメン級で良かったのではないでしょうか試合は案の定、後半から調子を上げてきた G に連続3ポイントを決められ、結果、後半の途中から池上を投入します。しかしここも上草越野ではなく、なくなく福田を下げました。 記者の間弥生もこの采配に対しては後手後手に回っていると口にしています。そして海南大付属の監督、高藤監督はこんなセリフを口にしていたこともあります。両南は湘北よりディフェンスの良い,いチームだからだ。さらに田岡監督は池上についてこんなことも言ってます。うちでディフェンスナンバーワンはお前だと。この2つの言葉から池上のディフェンスは相当のレベル、全国レベルに達してるんじゃないかと思います。 バスケットはディフェンス競技と言われるぐらいディフェンスが大切です。3年生の池上くんにもう少し活躍の場を与えることができたんじゃないでしょうか。あと、それともう一つ、田岡監督のミスジャッジとして言われることも多いこの采配。小北戦での最終局面、田岡監督は池上を呼び寄せ、小暮はある程度フリーをいいと指示を出し、結果、試合が決まるほどの大きな一撃を小暮に決められてしまいます。 これは結果論でもありますが、しかし、小北と両南は練習試合でも対戦しており、この試合、これはスリーポイントシュートも含む14点を挙げています。このデータで考えれば、あ決して終盤振りにしていい選手ではないでしょう。まあ、ただこれに関しては、田岡監督は非常に反省していました。はい。そして最後に、4つ目。天才仙道明。そう、両南といえばこの男、仙道明です。 そして、先導といえば、作中で天才と形容される場合が非常に多いです。ここに意外な落とし穴があります。漫画において、天才というのは、恐ろしく突出した能力を持つ代わりに、えー、何かしらの弱点、もしくは、不運な境遇などに見置くことが多いです。それは、病気であったり、仲間に恵まれなかったり、打たれ弱い部分があったり、えー、様々ですが、天才という言葉には、 弱点と隣り合わせのモルハの剣という要素があります。鮮度は2年生でありながら、スラムダンクの世界において、最強のプレイヤーと口にするファンも多く、その能力に弱点らしい弱点は見当たらないほどです。そう、天才先導の弱点は悲しいかなチームメイトということになってしまいます。では、最後に、この両南高校がなぜ全国へ行けなかったのかをまとめてみます。 やはり、ここ一番で、えー、外から狙えるシューターがいないというところ、えー、ガード陣が弱いというところ、そして、田岡監督のスターティングメンバーに疑問。それから、まあ大黒柱、上住の局面でのミス。両南のプレイヤーも、監督も非常に魅力的です。私個人は、スラムダンクの中でも一番好きな高校でもあります。 しかし結果的に鮮度に依存する部分がとても大きくチームとしてのレベルが限界全国レベルに達してなかったと思いますはい今回僕が考察した両南高校が全国へ行けなかった理由は以上になりますはい異論でも共感でもどちらでも構いませんお気軽にコメント欄コメントくださいこのチャンネルでは漫画「マンガスラムダーク」に関することを超真剣に語っている動画を多数投稿しています チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していってくださいそれでは今回も最後にご視聴ありがとうございましたあのすみませんバスケットはお好きですか